はい、ナマステ。今週のビデオはこれが最後です。参考文献をいくつかご紹介して、それから課題についてもお話ししたいと思います。このですね、今日の、先ほどのビデオでロールプレイについてお話ししました。で、これの実際のやり方は、この国際交流基金ロールプレイテストというのがとても、参考になると思います。これ、公式サイト、ここのリンクを開くと、公式サイトを開くことができますけど、今ビデオで見ていて、見ている人はこの bit.ly/32wu7uyuy、これをブラウザのアドレスバーに入れると、これ公式サイトを開くことができます。あとですね、もっと詳しく、ロールプレイテストのことを知りたい方は、これを開くとですね、国際交流基金の日本語教育通信、そのウェブページに、行くことができます。で、ここでもとても詳しくロールプレイテストのことを説明していますね。で、このロールプレイテストっていうのはどういうものかっていうとですね、もうこれとても簡単なんですね。15分でできます。その判定ができる。これ A1 か A2 か、B1 か B2 か、それから C1 まで最近はありますね。それを、判定することができますね。で、マニュアルがあるんですね。マニュアルがあるので、それを読めば誰でもテスターになることができます。これがオーラルプロフェシエンシーインタビューだから OPI か、OPI とかだととても練習をたくさんしなければいけませんけど、この国際交流基金のロールプレイテストは、とても簡単にすることができますね。で、来週までの課題はその評価の案を作るということです。来週といっても、今、私がビデオを作っているのは12月の30日、29日ですけど、今から見た来週ではなくて、この、授業をするのが1月5日ですよね、多分ね。その1月5日の授業から見た来週です。ですから、1月11日までですけどね。1月11日までの、課題は、この評価を作るっていうことです。で、皆さんはもう行動リストを作って、その後、キャンドゥステートメントのリストも、作ったと思います。で、その中から一つだけ選べばいいです。もう今までね、たくさんいろんな、リストをたくさん作ってもらいましたけど、今回はそのうちの一つだけでいいです。で、その、評価方法を、ロールプレイか実演か成果物の中から選んでください。一つだけね、一つだけ選んでください。で、一つだけ選んで、その評価方法も選びます。で、ロールプレイの場合は、ロールカードと用意するものと、この評価ポイント、何ができたらいいとするか、それを、書いてください。慣れている人は、ルーブリックとかね、書けるといいですけど、ルーブリックじゃなくてもいいです。ルーブリック書いたことがない人は、ただ評価ポイント、つまり、これができればいいですっていう、そのぐらいでいいです。そのぐらいでいいですね。で、実演か成果物の場合は、何ができれば評価するかも具体的に書いてみてください。で、期限は1月の11日までになります。それでは、来年ね、1月の5日になりますが、ズームで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。フィルミレンゲー、良いお年を。あ、すみません。参考文献あった。参考文献ありました。ごめんなさい。これ僕のブログも10年ぐらい前ですけど、テストファーストっていうのが、これ要するにですね、当時はまだあんまりバックワードデザインっていう言い方がそんなに、流行ってなかったんですね。で、僕はその当時はテストファーストという言い方をしていました。これはエンジニアリングとかのね、方からの、エンジニアリング、IT のプログラミングとか、システム開発の世界ではテストファーストと言われています。で、そこから来た考え方だと思いますね。で、カリフォルニア州立大学ロングビーチ校の、片岡先生がバックワードデザインに基づく日本語指導で、こういう、これスライドなんですけど、発表の時のスライドも公開されています。英語の方で読みたい人はこちらのリンクも開いてみるといいんじゃないかと思います。それではここまでになります。ズームでお会いしましょう。フィルミレンゲー。